皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。今回からこのチャンネルの注意事項を概要欄に記載することにしましたのでご一読お願いいたします。それではよろしくお願いいたします。一般的に放射線は数日に分けて照射をします。放射線治療は比較的体への負担が少ない治療法だと言われますが、この数日にわたる治療期間が人によっては苦痛になる場合もあります。例えば外来通院で仕事をしながら治療を行う場合などは特に顕著です。1回の放射線治療は約10分から20分程度ですが、それを1ヶ月から2ヶ月程度、毎日繰り返す必要があるため、なんなら2、3回分まとめて当ててくれないかなとも思います。しかし当然ですが、分割して行うことには意味があります。今回はそんな分割照射の仕組みについてお話ししたいと思います。ということで今回のテーマはこちら。ででん。分割照射の仕組み。分割して照射をするので、分割照射と言います。そのままですね。そうですね。はじめに、今回のテーマでは、という感じが品質します。ここでは細胞が来られる、という意味なのですが、動画上であまり連呼すべき意とも思えませんので、ちょっと配慮して、ここではハートと表記し、ラブと読ませていただきます。ご了承ください。前回の動画で、放射線が照射された時に、感受性が高い細胞と、そうではない細胞があることを紹介しました。放射線が生物の細胞に照射された場合、その細胞が来られるのか耐えられるのかをモデル化したものの一つに、標的理論があります。標的理論とは、細胞の中には、その細胞の生き残りを決定づける構造があり、放射線がその構造に当たった時には細胞はラブし、当たらなかった場合はラブしないというモデルです。この構造のことを、標的と呼びます。実際には、それは核の中にある DNA であると考えられます。DNA の大きさが細胞の中に占める割合は小さいので、ほとんどの放射線は細胞に照射されても反応はなく、偶然、小さな DNA に放射線が当たった時のみ、細胞への影響が現れます。このように、たくさんの事象がある中で、ごくわずかの命中現象が起きるとき、そのような現象は、ポアソン分布になると言われています。ポアソン分布はこのような形をしています。式で見ると、ちょっと難しいですね。これは平均して何だか何かが起きるような装置があったときに、実際に装置を動かしてみて、形骸何かが起きるときの確率を表しています。DNA に放射線が1個当たっただけではラブせず、N 個当たったときに初めてラブしてしまうとすると、N-1 個当たった細胞は生き延びることになりますので、その確率、すなわち生存率はこのようにかけることになります。ラムダは照射する線量に比例しますので、比例定数を使ってこのように書きます。N が1の時、すなわち1個の放射線が DNA に当たっただけでラブしてしまう細胞の生存率はこのようになります。同様にして、ラブするのに2個の放射線が必要な場合、3個の放射線が必要な場合、と次々に書き下せます。式だけだとわかりづらいので、グラフにしましょう。横軸に線量、縦軸に生存率を書きます。N が1個の時のグラフはこんな感じ。縦軸は対数です。N が2だとこれ。N が3だとこうです。N が3ということは、その細胞には放射線が3箇所に当たらないとラブしない、ということです。N が1の時よりもラブしにくい。つまり同じ線量を当てても、生存率が高い、耐えられる、ということです。この標的理論は基本的な考え方で大事なモデルですが、実際の細胞を用いた実験と比較してみると、5グレー以下の低い線量領域ではうまく一致しないことがわかりました。この5グレー以下の線量領域でもうまく使えるように考えられたモデルが、L2 モデルです。L2 モデルでは、1つの放射線が DNA に対して一度に2箇所で当たる場合と、2つの放射線がそれぞれ2箇所で当たる場合を区別して考えます。そうすると、全体としての生存率はこのように表せられ、図で書くとこのようになります。この式の、
アルファ D とベータ D 事象が等しくなるときの線量をアルファベータ値といい、放射線を受ける組織ごとに決まっています。アルファベータ値が高い組織は放射線の感受性が高く、低い組織は放射線感受性が低いことを表しています。DNA は損傷を受けると、修復機能が働きます。少々の傷であれば、問題なく元に戻すことが可能です。このとき、DNA に単に傷がついただけの場合、1本の鎖が切れた場合、2本の鎖とも切れた場合など、損傷の度合いによって修復の難しさが変わってきます。つまり受けた損傷の種類によって、その細胞が壊れるか否かが変わってきます。細胞の DNA に決定的な損傷を受け、壊れてしまう場合をチナブ損傷と言います。またいくつかの傷がついたものの、まだ修復して復活する可能性があるものをアチナブ損傷と言います。2本とも切れてしまった場合の方が修復が難しいので、細胞に与えるダメージは大きくなります。放射線の種類で言うと、X 線よりも粒子線の方が2本差切断の確率は高くなります。L2 モデルでは放射線を操作すると、線量とともにこのように生存率が減少していきます。この時、途中の段階で操作をやめると、アチナブ損傷にある細胞が修復を始めます。十分に時間をとり、アチナブ損傷の細胞が完全に回復したとすると、次に放射線を当てた場合は、このような生存率曲線を描くことになります。放射線の分割回数を増やすほど、同じ線量を当てた場合にも、細胞の生存率が高くなるのです。アルファベータ値が異なると、このグラフの形も変わります。より高いアルファベータ値、すなわち放射線感受性が高い組織の生存率を書くと、このようになります。アルファベータ値が高い組織も、分割操作により、やはり生存率の低下が遅くはなるのですが、それでも放射線感受性が高いために、分割回数を多くするほど、アルファベータ値が低い組織との差が大きくなります。以前ご紹介した通り、ガンは放射線感受性の高い組織ですので、分割操作を行うことにより、正常組織への損傷を抑えつつ、効果的に放射線をガンへ当てることができることになります。これが、分割操作の効果です。ここまでをまとめると、放射線が生物の細胞に操作された場合をモデル化したものに、標的理論と L2 モデルがあります。L2 モデルは現在も主流で使われているモデルです。DNA は多少傷がついても修復できますが、傷の度合いによっては修復が難しくなり、特に DNA の2本差が一気に切れた場合は、修復が難しくなります。修復して復帰できる段階の損傷を、アチナブ損傷と言います。放射線を分割して操作すると、アチナブ損傷にある細胞が回復するので、同じ線量を当てても、生存率は高くなります。放射線感受性が高い組織は、同じ線量を当てた場合の生存率の効果が著しくなります。分割操作を行うことにより、正常組織とガン組織との生存率の差をさらに大きくすることができます。これが分割操作を行う理由の一つになります。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。